はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はスプリムルーラー続きをプレイしていきましょうというところになります。ここまでですね、もうひたすら石油の貿易赤字に苦しみ続けているというのでですね、まあ、ずっと、ここ何回か分ずっと同じことを繰り返しているんですけども、まあ、なんとかそれを脱却していきたいなとは思うんですが、まあ、脱却する術もなかなか思い当たらないというところで、またマンネリプレイになると思うんですが、お付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思います。では早速なんですけども、今見てもらっている画面左下ですね、ここで赤字状況かどうかというと、っていう感じですね。産業物資の貿易が、まあ、それなりにあって、今商業物資の貿易が出ていませんけども収支が、まあ、おそらくプラス1000以上はあるかなというところを鑑みて、まあ、トータルプラス1000ぐらいかなというところですね。なので、まあ、ここをね少しずつまた内政重視で変えていくと、まあ、本来ハーツ・オブ・アイアンはね、おそらく戦争ありきのゲームだと思うんですけども、このスプリームルーラーに関して言うと、まあ、決して戦争ありきのゲームじゃないんじゃないかなという気はしてます。なのでなんだよまた内政ばっかやってるよっていう風にね、皆さん思われてしまうかもしれないんですが、お付き合いいただければと思いますっていう話をしていると、画面左下の方で、消費物資の貿易がプラス2800、これも結構大きいな、2800メガダラーですね。なので軍需物資もこれに相当する額稼げるようになれば、なんだろう、だいぶ楽になるんじゃないかなと思うので、消費物資としてどうだろうな、中くらいのサイズの軍事工場何個か建てていきますか。もう財政基盤としてはそれなりのものがあるんですけど、中国とかはね桁が2つ違うんで、中国とねまともに渡り合うのは難しいなという感じがします。で、あとはですね、ハーツ・オブ・アイアン4の現代モッドプレイご覧いただいている方なんかいらっしゃるかもしれないんですけど、といってもあれかな、収録ペースと動画の投稿ペースがバラバラなんで、ハーツ・オブ・アイアン4の方がどこまで進んでるかというと、フィリピンの攻略が済んで、ベトナムに戦争を仕掛けたけどなかなかうまくいかないねっていうところまでプレイをしているんですね。なので同じ道を歩んでもなかなかどうなんだろう、面白くないのかなという気もするし、とはいえこの先どこを目指していくかというと何とも悩ましいですよね。今だと、まあ、韓国、台湾、あとはタイ、ラオス、この辺りとかとね、まあ、同盟を簡単に言うと結んでいるという状況ですよね。なのでどこを目指していくのがいいのかなっていう戦略を少し考えていく必要があるな。中国と戦争しても、まあまず間違いなく勝ち目がないので、中国と戦争するようなバカな真似はしたくない。そうするとちょっとアジアを見ておきますか。ってなるとね、結局フィリピンとかになってくるんですよね。フィリピンと外交交渉をした場合どうなってるかというと、フィリピンは今重要武器までか、まあ、大使館はねよっぽどのことがない限り設けているのでいいとしてだ。ミサイルの研究が1個進みましたというところで、まあこれはいいとして、どうする、まあ、このままダラダラ内政をするプレイっていうのも僕は全然構わないんですけど、おそらく見てる皆さん、いやーもう見る気しないわーっていう風にねなっちゃうかなと思うので、まあ、大事な視聴者の方のためにもなんとかね見せ場を作っていきたいなという風には思うんですが、どうする、ベトナム、チャイナ、悩ましいですね。まあ、やっぱり中国包囲網を
結成していくのがいいのかなと思うので、ベトナムとはまあいい関係を築いていきましょうか。ベトナムが中国と対戦に入るっていうことは多分ないと思うので、そうだな、相互防衛の条約に入っていきますか。でもう本当にね、そのいわゆる中国と国境を接しているような国々組め、各国と外交交渉を行っていきましょう。で中国をみんなで袋叩きにするというのでいきましょうかね。できれば中国の側から宣戦布告をさせたいなというのがあるんで、ベトナムと正式同盟が完了しましたね。でロシアとは戦争したくないので、ロシアとの外交がただなかなかうまくいかないんですよね。相互防衛の条約、まあ、ちょっとダメ元で様子を見てみましょうか。でカンボジアとも完了ですね。フィリピンとも完了。バングラディッシュ、どうだろうな。ブータン、あとはネパール、この辺りと同行する意味はあまりないので、そうなるとロシアだよね。まあ、ロシアとはこれ以上交渉しても無駄だということが今ははっきりと分かったので、もうロシアは蚊帳の外に置いて、あとは韓国だな。韓国がどれくらい頑張ってくれてるかっていうのをちょっと確認しておきましょう。韓国はね、本当によく頑張ってるんですよ。で中国に戦争を仕掛けるとなった場合、日本の領土がね、朝鮮半島に一部あるので、ここから出撃していくことになると思うんですけど、どう見てもね、本当に中国の国庫半端じゃないんですよね。まあ、今ちょうどじゃあ、 あのロシアが出ているので、まあ、大国と言われるロシアだと思うんですけど、国庫は7900メガしかないんですよ。これ全然少ないですよね。で中国がどうなってるかというと、これ見てください、桁が全然違うんですよ。桁がこの国に対して戦争を仕掛けるってなると、なかなかきついですよね。まあ、石油は買っておきます。あと人工衛星も打ち上げておきましょう。であとは兵器だな。もう戦争の目標がはっきり中国と決めた以上は、兵器を作っていきましょう。まずは戦車を作っていく。どのレベルの戦車を作っていくかなんですけど、対人攻撃力が高い基本戦力をベースに見ていきますか。 AMX、 これが44ですね。で J74、 これ74式の戦車だと思うんですが、これも基本戦力が44か。で J99、 これも44ですね。J90、 これも44。みんな44か。44だと微妙だな。通信衛星の打ち上げには成功しましたよと。どうしてもやっぱ戦車を中心にね、繰り出していかなきゃいけないんで、そうなると中長期的な意味では研究枠で戦車研究すると言っても、もうカツカツになってるからな。戦車の研究が先に進むことなんてちょっとまずもってありえないからな。しかも基本戦力はみんな変わらないときている。ということは、基本戦力をベースに考えるのは
ナンセンスということですね。だったら J99 が一番いいんじゃないのっていう感じはするけど。まず戦闘力は44だよね。基本戦闘力は44、あ、いいですよね。基本的な上のスペックは良くて、下のスペックは要塞施設攻撃力、これが28で有効射程距離が3という意味かな。28から30ぐらいが合間ってことだね。これが J99 のスペックですね。でこちらはというと J90 の方が明らかに強いな。ってことは J90 を量産していくのが一番いいのかな。コスト的に一番高いのは AMX になってるけどな。118かかると。あ、 J99 の方がコストは高いね。ってことは J99 をある程度まとまった数作っていきますか。代わりに99をラインに乗せていきます。であとはやっぱり戦闘機なんですよね、もう時代は。なんで多目的の戦闘機 F2A、 これを大量に生産していこう。というかもう大量に生産してるね。 F2A はこのまま連続生産を続けてもらいましょう。それなりの数が多分揃ってると思います。であとはミサイルだね。航空発射系のミサイル、これも大量に生産中なのでこのまま生産を続けましょうというところだな。まあ、どのタイミングであとは戦争、まあ、つまり開戦していくかですね。あとは空母、今だとヘリ空母しかないからな。でもね、中国軍とどこまでまともに殴り合うかというところなんですけど、朝鮮半島に空軍基地あるんで、こっから飛び立てる距離をまず叩いていくっていうのでいいのかなと思うんですよね。であとは中国軍が強襲上陸をかけてくる可能性があるかどうかっていうところなんですけど、今韓国の戦いっぷりを見てると、韓国ってまあ言ってみれば全然海軍持ってない状況に近いんですけど、まあそれだからといって、危ない状況にさらされているかというとそんな風には見えないですよね。ということは中国軍が韓国を通り越えて日本に対して攻撃を仕掛けてくるっていう可能性は薄い。失うとしたらこの朝鮮半島の平壌近辺ですね。北朝鮮からムンドった近辺で、あとはそうなると中国の方から宣戦布告をさせるっていう、まあそういうシナリオを作っていければ一番ベストですね。中国から宣戦布告をしてきたら相互防衛関係が発動されるので、まあ多くの国がこちらの味方をしてくれるであろうという期待が持てるので、まずそういう関係づくり、まあ関係づくりっていうんですかね、悪い関係づくりをしていこうというところですね。ニュージーランドから正式同盟の申し入れ、まあ基本的に同盟系は要請があれば受け入れていきましょう。石油はもうどうしようもないからな。石炭ももう作れるところはない。鉄鉱石はまだあるけど、まあ知れてるからね、マイナス幅が。やっぱり電力だな、そうなると。石炭、どうする？
そうなるとやっぱ原子力発電所になるんだよね。まあもうこのね、石油発電は絶対にありえないんで、あとは石炭もないって考えると、まあ水素発電も難しいしな、やっぱり原子力になっちゃいますよね、頼るべきは。まあ、財政基盤は少しずつでも改善をやっぱしていかなきゃいけないので、まあ、日本は今6万メガなんですが、仮想敵国のチャイナは31万、まあ、つまり5倍の国庫を持っているというところですね。でいつでももう改善をできるような雰囲気作りができているわけだな。まず非戦条約を取り消したいよね、しかるべきタイミングで。そうすると中国がおそらく海戦を仕掛けてくるんじゃないかな。相互防衛結んでいる国はアメリカはじめ多数あるので、まずはですね、相互防衛を結んでいない残りの各国と相互防衛を結んでいきましょう。で、相互防衛が結ばれたら、中国との非戦を取り消していくと。これが一番合理的かな。シンガポールとかね、軍持ってないに等しいですからね。まあ、そことどう折り合いをつけていくかというのはあるんですが、であとは軍事的に期待ができるヨーロッパ各国ですね、こことも相互防衛をひたすらに結んでいきましょう。もう何も考えずに。特にフランスとかね、ドイツとか、ある程度の軍事力を有しているところとは、相互防衛をすでに結んでいれば維持するし、なければ結んでいきましょう。これでも対中国包囲網を結成していくと。まあ小国といえども相互防衛は結んでいきましょう。まあここに至ってはまあ拒否してくるところはあったとしても、もうあまり気にする必要はないかなと思うので、あまりにも多いですからね。まあ一国二国仮に相互防衛に応じないところがあっても、まあ問題はないかなというところですね。でオセアニアはまあオーストラリアぐらいでいいかな。相互防衛入ってますね。でアメリカはもちろん相互防衛入っているので、念のため確認だけしておきましょう。入ってますというところですね。はい、では一通りの相互防衛の確認とないところに対してはしっかりやっていくということをやりましたので、ちょっと今回ね短いですが、切りがいいので一旦ここで終わりにして、次回ですね、中国に向けたいよいよ海戦のきっかけになりうる非戦同盟の破棄、これを検討していきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、
あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。